でも本当に全部楽しみで、なんかこうやって先ん。輩方と同じ曲を歌わせていただけるのもすごく楽しみです。よろしくお願いします。確かに、1期生と研究生、みんなで一つの楽曲を歌うっていうのがすごく嬉しいことだな、と思います。はい。今回のシングルは約1年9ヶ月ぶりのね、シングルとなったんですけど、こうやって長らくね、お待たせしてしまったんですが、ファンの皆さんにどんな気持ちを伝えたいかっていうのをね、言いたいんですけど、じゃこれも振っていいですか？どうぞ。じゃあ、マリナちゃん。あれ、マリナちゃん。あ、私？マリナ。ごめんなさい。ちょっと電波が、電波がね、ちょっとね、あれ途切れ、そう、途切れ途切れになってしまってて。ちょっとごめんなさい、もう一度。途切れ途切れ。もう一度、はい、もう一度。久しぶりにね、シングル発売させていただくんですけど、はい、ファンの皆さんにどういう気持ちを伝えたいかっていうのを。でももう、何ですかね、もう全面にこうなんか NGT の良さを伝えていけたらいいなって思いますし、今回初めてその、研究生と1期生っていうシングルが初めてなので、たくさんたくさん、この夏はたくさん聴いてほしいなって思います。はい。嬉しい気持ちでいっぱいです。イエーイ。びっくりした。急に振られて、すいません。電波がすいません。電波がね。ちょっとじゃあ、ファンの方のコメントも少し読んでみていいですか？はい。すごい、タイミングが。Yes。マリナちゃん、大好きだよって。全員全部嬉しいっていう声が、ありがとうございます。ありがとうございます。発売が待ち遠しくて仕方ないですって。嬉しい。嬉しいです。皆さん、ありがとうございます。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 どんなことだけ聞きたいんですけど、今日はね、披露することはできないんですけど、このシャーベットピンクっていう曲がどういう曲なのかっていうの、みんな的にどうですか？すごい。ぴったり。ぴったり。爽やか。タイトルの通り。爽やか。タイトルが。爽やかですね。あんまり言っちゃうとなんかネタバレね。そう、難しい。その質問。難しい。でも NGT48 は5枚目シングルにして初めての夏。夏にシングルを出すっていうのは初めてなので、そうね。ファンの方にも曲もね、楽しみにしてほしいなと思います。はい、みなみがすごい。みなみがなんか出してる。そう、なんかみんなで喋るとあれかなと思って、みんなもやってみたら、どうかな。すごい。すごい。すごい。やればよかった。早く会いたいですね。みんなにもね。はい。じゃあ、そんなところで、続いてに行きたいんですけれども、いいですかね？はい。はい。では、続いては、今回のシングルのスペックを発表したいと思います。お願いします。なんか見えちゃって。あら、もう見ていいや。大丈夫ですか？はい。ちょっとね。見えていいやつ、今の。ごめん。大丈夫。見えちゃった、また。大丈夫？大丈夫？これ。見直していきますね。はい。ということで、通常版がタイプ A とタイプ B、そして劇場版の計3タイプでの発売で、通常版には MV と特典映像が収録された DVD なども封入されます。イェーイ。わあ、イェーイ。わーい。はい、じゃあ他にもじゃんじゃん発表していっちゃっていいですかね。はい。はい。はい。続いては劇場版の購入者特典についての発表です。お願いします。おー！わーい！おー！おー！おー！やったー！やったー！やったー！初めての試みということで。嬉しい。嬉しい。はい。
今回劇場版の企画として NGT48 の初の試みとなるオンラインおしゃべり会を開催することになりました。すごい、やったー、はい、大事なこと言います。劇場版の予約販売はなんと明日6月12日金曜日からになります。明日ということで、詳しくは明日公式ホームページをご覧ください。はいはい、はい、ということで、みんなオンラインおしゃべり会は初めてとなるんですけど、どんな感じになると思いますか？なんか直接握手会で普段普通にあの話させてる人でも、なんかオンラインになったら変な緊張して、変な緊張するじゃない。確かに。これをファンの方とやるってことでしょ、このメンバーが見えるって。あ、そっか。そうだね、うん、すごい不思議な感じ。楽しみね、楽しみ。明日からね予約販売できるので、皆さんぜひチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。本当に皆さん改めてこうやって5枚目シングルを見させていただくんですけど、うん、全員選抜ということで、はい、みんなで頑張っていくので、5枚目シングルのシャーベットピンクの応援どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。ではここからは各タイプの発信曲を担当するユニットごとに再登場して、誰がどのタイプのカップリング曲を担当するのかを発表していきたいと思います。はい、画面の切り替えにお時間をいただきますので少しだけお待ちください。はーい、はーい。はい、というわけでここからは合ってる？ここからはこの今画面に映ってるのが私たちが、ごめんなさい、もう一回仕切り直していい？おーい、はい、もう一回仕切り直していい？はい、じゃあ行きますね。はい、ということで。はい、通常版タイプ A のカップリング曲を担当するのは私たちこのメンバーでーす。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。このメンバーはですね、1月に行われた TDC ホールでのコンサートの選抜メンバーとなっています。はいはい、なのでですね、はい。なので、コンサートをこのメンバーでやったわけですけども、改めて振り返ってみて、皆さんどうですか？なんかコンサートの思い出とかありますか？思い出。思い出。ダンスの練習が大変でした。確かに。みんなで頑張ったよね。すごい難しい。なんかもう、うん。合宿です。あったしね。うんうん、合宿が、うん、あったね、合宿もね、みんなで、うん、はい、うん、懐かしい。もうさ、半年ぐらい前っていうのびっくりじゃない？半年びっくり、半年経つんだね。そうですよね、もう半年っていうのがすごいびっくり、うん、昨日ぐらい昨日ぐらいに覚えるだけなんで、うん、はい、持ってる、持ってるごめんなさい。いや、そういうことじゃないです。出るでしょう。そういうこと、いや、違います。いや。そういう、皆さんもそうですよね。はい、すいません。ありがとうございます。合宿期間でさ、結構、うんうん、みんなのなんかメンタルっていうか、なんか、うん、団結、絆っていうか、そういうのが深まったなって。なんか、研究生メンバーとの距離も、この合宿ね、縮まったなってすごい思う。なんか今までは、共演とかの別々だから、そんなに一緒に会うこともなかったじゃない？うん。今回、まあ、全員同じタッチラインでこうやっていくっていうので、こう、同じグループになったりとかっていうのもあったから、こう、一期生、研究生、
関係なく同じメンバーとしてこういろんな意見を交換したりとかっていうのができたからすごいいい経験だったなって思う、うんうん、いい経験だった、はい、確かにね、うんうん、まあそんないろんな思い出が詰まった TBC ホールのコンサートだったんですけども、はい、この通常版タイプ A と B の DVD に収録される特典映像があるんですけど、これは今年の1月18日に行われました東京ドームシティホールで開催された NGT48 単独コンサートの先行合宿オーディションのドキュメンタリー映像となっています。思い出だ、思い出、めっちゃ怒られたなんかコンサートの中でもそういう映像がたくさん流れたと思うんですけども、この特典映像はさらになんかみんなのどういう合宿をしたかとかみんながね結構きつかった思い出が詰まってると思うんですけども、ファンの方にもそのこれを見ていただけたらいいなと思います。はい、みなちゃんはなんでそんな夕日の中にいるの？これね、あの私が撮った笹川流れの夕日なんです。綺麗、この写真じゃないの？すごい綺麗、ガチカメラ綺麗だよ、夕日食べれそうちょっとわかんないです夕日食べれそうだよ、夕日食べれちゃうかもかわいい、かわいい、一回流されたなんかさ、みんな流された久しぶりでさ、なんかもうどうしようどうしよう何がどうしよ う, う, しよう、進めていいよ、進行して、はい、はい、というわけで、皆さん特典映像の方もお楽しみにということで、楽しみに楽しみに楽しみに慣れたよ、いっぱい、はい、ということで、それでは私たち TBC 選抜の時間は以上ということで、続いては通常版タイプ B のカップリング曲を担当するメンバーの登場です。画面の切り替えにお時間をいただきますので、少しだけお待ちください。バイバーイ。ということで、通常版タイプ B のカップリング曲を担当するのは、私たち研究生のメンバー17人でーす。イエーイ、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんな久しぶりって感じなんです。すごい、みんな元気いっぱい。はい、元気。元気だよ。でね、前回の元気良かった、はい。前回の4枚目シングルに続いてですね、研究生。また結果といったことについてですね、本当にありがたいことなんですけれども、どうですか、ちかなは初めてこうやって研究生行きたい、研究生が職もらえたっていうのを聞いたときは2回連続で、いや本当にびっくりしました、めちゃくちゃびっくりして、あの泣きました、泣いたー、ねー、マジ嘘、信じられないじゃん、本当にね、でも本当にそれくらい嬉しかったから、わかる、本当にやっぱこうやって聴いて、ね、こう大事な曲が、うん、あ、聴ける、歌える、一緒に歌えるのがやっぱ、うんうんうん、嬉しいです、うん、ね、嬉しい、そうね、ゆなこどうだった、どう思った？いやー、嬉しい。ゆなこ、はい。ゆなこ、ゆなこ、ごめんごめん。はい、そう、前は今日は負けでもいいっていう、うん、すごいすっごいいい曲をいただいて、ここからまた私たち研究生は、まあ、成長してると思うんですけど。まあ、そのなんだろう、その今日負けからのここまでのなんだろう、さらに私たちの絆が深まってるので、そのね、今の研究生をご覧ください、そういう気持ち、はい、おお、ご覧ください、本当に、まあ、成長って言葉が
きな子あったんですけれども、うん、前回のやっぱりシングルから1年9ヶ月ぶりということで、ちょっと、うん、ね、自分が成長したなって思うことは何かありますか？ななみ、大塚ななみさん。はい、はい。大塚です。ね、なんか最近、公演実況とかいろいろやらせていただいてて、うん、その見てて思うのが、うんうんうん、なんかね、やっぱ顔つきとかもね、変わりますね。顔つき、顔つき、あ、そこじゃない。顔つき、顔が成長したってこと？そうそう、顔が可愛くなったってことでいいかな。そうそう、見た目、見た目。でも大事よね。やった。でも本当に思う。みんな、なんかね、可愛くなった。うん、おー、わかる。だってさ、本当に実況の時に思ったんだけど、キャラとかすっごい変わった気がする。そうそうそう、めちゃめちゃ可愛い。わかる。わかる。わかる。ほら、前髪さん何だったよね。え、待って、サラの話してる今。うん、サラの話してますよね。あ、もうありえない。ノリ可愛くなったよ。ありがとう、大好き。サラさんですね。はい、今日は端からお届けさせていただいております。はい、ありがとうございます。はい、どう、まなちゃん、自分が成長したなって思うこと何かありますか？まなちゃん、あ、大丈夫ですか？ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫？何でした？よかった。なんか自分が成長したなって思うようなこととかありましたか？自分の成長したなと思うところですか？はい。顔のお肉が減りました。おめでとう。お顔じゃん。おめでとう。なんかもっとないの？大きな成長ですよ。はい。なんか、もうちょっとないんですか？なんだろう。なんでしょう、成長したところ、うん、研究生のみんなともっともっと仲良くなりました。うん、だよね。それは、うんうん、もうまだいろんな人にさ、連絡送ってるもん、送りまくってるもん。来ないんだけど。来てないんだけど。来てないんだけど。私が送ってもらうと。それはこれから終わった後に送ろうと。これからね、とか、それから。なるほど、なるほど。よくて、ちょっと。はい、はい、じゃあそんなところで、私初めてこの曲を聴いた時のリアクションを顔だけで表現するので、おお、なので自分が、はい、自分から言う、いや、なんかやっぱり研究生のことをもっと知ってもらうためには、うんうん、何か面白いことをしなければならないと思ったので、私が体を張ります。なので私から、私がやったら続いて聞かなが聞かなからあいうえお順でみんな曲をいただいた時のリアクションを取ってください。なるほど。私たちもやるのね。あ、やるのじゃん。そうです、そうです。はい、みんなを巻き込んで盛り上げていきたいと思いますので、それでは、はい、行きまーす。はい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 。え？はい、どうぞ、力。え？大塚、行きまーす。おはい、私が行きまーす。あ、違う。え？あ、間違えた、間違えた。あ、飛ばしてますね。ごめんごめん。次、大声はるかに。はい、はるか行きまーす。はい。はい、じゃあ行きまーす。終わったかな。はい、じゃあ川越行きまーす。終わりました。はい、小宮山行きまーす。以上です。はい、はい、佐藤海に行きまーす。見えない見えない見えない。以上です。はい、トカピゆめです。いきまーす。以上です。私もです。いや、ちょっと顔芸とかしたことないからちょっと無理だな。以上です。寺田です。いきまーす。
いいかな。富永でーす。いきまーす。はーい。藤崎美優でーす。いきまーす。終わりでーす。はーい。古澤愛菜でーす。でーす。はい。古舘葵でーす。ふぃー。はい。はい、三村ひなのです。あ、三村です。はい。以上です。はい、諸橋ひなてです。以上です。はい、ありがとうございます、皆さん。なんかもう、もはや、すごい変顔対決みたいな感じになってるところもあったんですけれども、まあ、こういう感じということで、本当にこうやってね、いろんな研究室、いろんな面をもっと知ってもらいたいですし、みんなでね、このシングルを盛り上げていけるように、今後も精一杯活動していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、それでは、劇場版のカップリング曲を担当するメンバーの登場です。画面の切り替えに少々お時間いただきますので、少しだけお待ちください。はい、ということで、劇場版のカップリング曲を担当するのは、私たち、ちっちゃいもんクラブの6人でーす。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、私たち、ちっちゃいもんクラブの6人でやらせていただくんですけど、少し紹介をします。私たち、ちっちゃいもんクラブは、精神年齢が低い、いつも一緒にいることの多い6人で集まったユニットです。はい、一人ずつね、名前を呼ぶので返事をしてください。はい、はい、はい。富永ゆうちゃん。はい、リーダーでーす。はい、そして諸橋ひなたちゃん。はい、副リーダーでーす。よろしくお願いします。はい、寺田ひなちゃん。はい、初期でーす。よろしくお願いします。はい、小越はるかちゃん。はい、会計係です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。古舘葵ちゃん。はい、忘れ物連絡係です。お願いします。はい、そして私、小宮山さら広報担当の6人で集まったユニットなんですけど。はい。はい、本当にね、自分たちに楽曲がいただけるっていうことを聞いた時の感想をですね、じゃあ、ヤヒコって言ってた、まあいいや、諸橋ひなたちゃんに。はい、聞いていきたいんですけど、どうでしたか？はい、諸橋ひなたです。もうとにかくすっごく、もう最初はすごくびっくりして、私たちちっちゃいもんクラブで、いつかはみんなで曲がいただけるように頑張ろうねってずっとみんなで話してたので、それがこんなに早く叶うのがすごくびっくりで、すごく嬉しいです。ありがとうございます。もうありがとうございますね。ありがとうございます。嬉しい。はい。じゃあもう一人聞いていきます。寺田ひなちゃん。はい。お願いします。そうですね。すごい嬉しくて、もう聞いた時は本当に嬉しくて、だったんですけど、なんか本当にこんな、あんまり多分今知名度も出演もないと思うので、このね、そのシングルの大切な一曲を任せていただいて、けることになったのでこれをね、次にたくさんの人にちっちゃいもんクラブをしていただけたらなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。本当です。本当にびっくりしたよね。聞いた時は本当にびっくりして、ね、やばい、もう感謝の一言しか出てこなかったんですけど、ね、何回も夢かと思ってさ、ずっとね、わかる、すごい。それぐらいなんかもう、その自分たちでも予想してなかったことというか、もう本当にありがとうございます。ということで、私たちちっちゃいもんクラブのユニットで今後何をやっていきたいかということでですね、やってみたいことがある方というか、じゃあ当てていきますね。じゃあ、小越はるかさん。はい。
私は、すみません。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 私は、やっぱり新潟に、いるので、新潟の良さとかも、新潟にね、ちょっとずつでも、こう、端っこから角っこまで盛り上げて貢献できるようなこうもう波のように山を越える、あそう、海が山を越えるくらいに盛り上げていきたいと思います。おなんか久々にまともなこと言った、ね、すごい、わかる。もうはるかさん、はい、今日は真面目モードで真面目です、ね、ありがとうございま す, ますはい、じゃあもう一人あおちゃんに聞いていきます。はい、そうですね、でもやっぱりちっちゃいもんクラブとしてももっとたくさんの方に知っていただきたいと思いますし、あとちっちゃいもんクラブをきっかけにグループのことも応援してくださる方ができるような存在になれたらいいなって思うので頑張ります。すごい、さすがだわ。さすがですね、ありがとうございます。はい、ということで、はい、ズバリちっちゃいもんクラブの夢をですね、我らが誇るとても優秀なとても素晴らしいリーダーに聞いていきたいと思います。ゆうちゃん、ちっちゃいもんクラブの夢は。はい、はい、いきます。ドラムロール、パン、劇場公演をすることです。イエーイ、いつか本当に叶う日が来るといいなと願いながらみんなで頑張っていきましょう。本当に頑張ります。本当にもう最初からこの劇場公演をしたいっていうか、これを目標にっていうことは言っていたんですけど、もうこれからね、やることはもうすごくあると思うので、みんなで6人力を合わせて頑張っていきたいと思います。そしてね、このユニットは非公式ユニットだったんですけど、もう楽曲をいただけるまでまだまだだと思うんですけど、もう本当にね、もう一人一人のスタッフさんとかね、ファンの皆さん、これからもっと知ってくださる方に、みんなに感謝しながら、私たちちっちゃいもんクラブ頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、間違えてない。はい。それでは、ごめんなさい。もう一回。はい、それでは続いてエンディングです。ということで、改めて全員再集合したいと思います。みんな戻ってきてください。はーい、はーい、はーい、イエーイ、イエーイ。はい、ということで、あっという間にエンディングの時間です。早いね、早いよ、あっという間だよ。ね、ということで、NGT48 にとって約1年9ヶ月ぶり、9ヶ月ぶりとなります。5枚目シングル、シャーベットピンクは7月22日に発売されますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。みんな、なんでそういうの？大事なこと言ってなくないですか？下手くそ、全員下手、全員下手みんな、え、なんだっけ、なに、ほらみんな下手くそ、大事なことが忘れてるよ。ほらほら、大事なセンターの発表まだしてないでしょ。おー、下手くそなんだよ。おばあちゃんみたいやん。みんな顔下手なんでしまって。みんな顔下手だよ。何それ、はい、よし、それでは皆さんが一番気になってるであろう新センターを発表します。あ、新センターはこの子です。お願いします。ドキドキ。おイエーイ。ということで、マイネシングルの最センターは
藤崎美優ちゃんです。では新センターのみゆみゆ、5枚目シングルのセンターに選ばれた心境を教えてください。はい、というわけで今回5枚目シングルシャーベットピンクのセンターを務めさせていただきます、新潟県新潟市出身 NGT48 研究生の藤崎美優です。はい、イエーイ、ありがとうございます。おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。はい、というわけで、うん、今回はNGT48 にとって1年9ヶ月ぶりで新たな一歩を踏み出すシングルなんですけど、そのシングルで今回初選抜そして初センターをさせていただくということで、正直その私は研究生なんですけど、その研究生の私がセンターをやっていいのかなってすごく不安な気持ちもあるんですけど、今回は全員選抜ということで経験豊富な先輩方もいらっしゃいますし、あと同じ研究生もみんなついてるので、皆さんの力を借りながら、そして今回こうやってセンターを任せていただいたということで、その感謝の気持ちと、あとその自信を持って精一杯頑張りたいなと思います。そして私は新潟県新潟市出身で、ずっと新潟で過ごしてきて、たくさんお世話になったので、新潟の皆さんにも親しみを持っていただけるようなセンターになりたいなと思っています。とっても緊張しているんですけど、初めての選抜ということで、そのオリジナルの衣装、自分のための衣装っていうのも初めてだし、MV 撮影も初めてなので、緊張はしてるんですけど、楽しみながら、頑張りたいなって思っています。NGT48 を応援してくださってる皆さんだったり、こうやってシングル発売を楽しみにしてくださってる皆さんだったり、こう NGT48 に携わってくださってるすべての方に、感謝の気持ちを込めて全員でこのシングルをお届けしたいなと思いますし、シャーベットピンクっていう今回、曲なので、その曲を通してまた NGT48 をたくさんの方に知っていただきたいですし、とても素敵な曲になっているので、たくさんの方がこの曲を聴いて笑顔になっていただけたらなって思います。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあここで少しちょっとコメントも見ていきたいなと思います。もうすごいみんな見ていきましょう。おめでとうって、いやー、おめでとう、みんな祝福してくれてます。ありがとうございます。みんなすごい喜んでくれてるよ。うん、うん、いやーすごい ね、 ね、まあ、本当にみゆは初選抜で初センターなので、うん、まあでもだからといってこれをね気負わずに、うん、楽しんでもらえたらいいなと思いますし、うん、他のメンバーはみゆを全力でサポートしていけたらいいなと思います。うん、うん、よろしくお願いします。サポートし、はい、そしてここでアーティスト写真も大公開いたします。はい、こちらです。どうぞ。どれどれ、おー、ピンクだ。こちらがピンクだ。めっちゃピンクね、ね、アーティスト写真になっています。ね、ね、薄くない？ん？中井さん、中井さん薄くない？透明感透明感透明感気をかけてる。中井さん透明感がすごい。透明感ですね。ピンクに言わないで。中井さん透明感出てるよ。透明感出てるんだが一人なんか、あと南さんも惜しい。薄く、薄く透明感。南さん、南さん、南さん、真っ白です。すごい、ね、結構でもみんなすごいね。いいね、なんか今までの NGT とはまた違った感じだね。そうだね、うんうん、そうだね、確かに。いやー、素敵。初めて 見たわけですけど、うん、どう？タイトルかわいい。もう一言でかわいい。かわいい、かわいい、うん、かわいい。すごいですね、めちゃめちゃ。
ファンの皆さんもどうですか？どうですか？かわいいよね。キワキワって。そうですか？かわいいよね。衣装かわいい。髪衣装いいじゃんって。ピンク。この衣装かわいいだって。おーすごい。衣装を褒めてもらいます、ね。ありがとうございます。やったー。イエーイ。王道アイドルっぽいって書いてあるよ。ピンクの衣装。嬉しい。画像荒いよって書く。わかる。画像をちょっとそこら辺上げてもらってやつあげるんで。SNS とかにね。それだけちょっと綺麗な。なんとかしていただいて。綺麗なの。画質悪かったね。私たちにもね、共有されたやつも荒くてね、全然見えなかった。こうやってね、広げたんだけど。ずんなしてもね。そこだけ画像荒いですよっていう苦情だけ来てます。ありがとうございます。あとで綺麗なものを。はい、すいません、お願いします。できれば楽しみですね。はい、なるはやで。ということで、うん、改めてここでね、今日の配信の感想やシングルの意気込みをちょっと何人かに聞いていきたいと思います。じゃあまずはカニちゃん。はい、ここでお願いします。はい、そうですね。でもいや本当に1年9ヶ月ぶりにこのシングルをね、出させていただきてるということはもう本当にね嬉しいです私は。嬉しくて、しかもそれがその NGT's の全員選抜で出させてもらえるということで、やっぱ本当嬉しいなっていう気持ちがすごい大きいんですけども、あの背景何背景あ今宇宙です。壮大な背景、壮大だね。そう、宇宙からのメッセージかな。宇宙からのメッセージですね。宇宙からのメッセージはありがとう。いいんだけど、あのそう、 NGT の曲はね、もうどれも本当に素敵な曲で、ケースカニちゃん曲で有名、うん、なのでもう今回表題曲もそうだし、カップリング曲もね、もう絶対いい曲になってると思うので、あの、はい、この上ない真心と言いますか、青春性込めてあの皆様にお届けできたらいいなと思っておりますので、この上ない真心でね、褒めてやるよ、みんな。この上ない真心、ありがとう銀河から。中井さん、マジでちょっと電波悪いので、じゃあ次の中井さんどうぞ。はい、ありがとうカニちゃん。ちょっとこの上ない真心が面白くて、すいません、すいません、ありました、黙ります。はい、宇宙からのコメントでした。ありがとうございます。カニちゃん、ありがとうございました。うん、続いてつぐつぐわーちゃん。はい、おつぐさん。こんばんは。私ですか？はい、あなたです。ですか？あの、聞いてください。どうした？私実はね、すごくお家の Wi-Fi が悪くてね。うん、あの今確かにこのシステム終始ね、変な音声だったの、ずっと。よくわかんなくて、そう、なんかずっとわーって言ってたけど、よくわかってなかった。もうちょっと下がれる？ねえ、話しか映ってないよ、今。なんか、ショールーム上では映ってるんだけどね、私たち上では映ってない。話しか映ってない。あ、そう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 。あ、よく見ました。あ、オッケーオッケー。あー。そう、なんだっけ、なんて言ってた？ごめん。配信の感想やシングルへの意気込みを。しますね。シングルへの意気込みは、すごいたくさんの NGT に関わって携わってるくださってる方がいらっしゃるので、その方にたくさん感謝の気持ちを伝えたいし、あとはファンの皆さんにたくさん笑顔を届けられるシングルになったらいいなって思います。うん、あー、ありがとう。頑張りましょう。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。この上ない真心込めてこう。やばい、めっちゃハマってるやん。宇宙からのメッセージ。この上ない真心って皆さん、やっていこう。食べてピンク。この上ない真心。温かい世界作り上げよう。ああ、そうね。じゃあ、ちょっと研究生にも一人聞いておこうかな。誰だ、誰だかな。じゃあ、テラヒナ。はい。はい。そうですね。そうですね、すごいたくさん楽しみで楽しみでですね、研究生の曲にもちっちゃいものカップリングも入ってて、うん、本当に嬉しいし、あと、うん、本当に表題曲の選抜に入らせていただくのも初めてなので、もうとてもとても楽しみだし、なんかこうやって
みんなに感謝です。ありがとうございます。おお。ありがとうございます。イエーイ。軽いタッチ。はい。じゃあみんなにも意気込みを聞けたところで、それでは NGT48 フィフスシングル選抜発表ショールーム特別生配信お別れのお時間です。わあ。寂しい。ね。バイバイ。はい、そして5枚目シングル「シャーベットピンク」は7月22日発売です、はい、そして改めて今回シングルをリリースさせていただくにあたってたくさんの方に協力していただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして今回は全員選抜ということで、みんなで一丸となって最高の作品を作り上げていきたいと思いますので、ぜひこれからも見守ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日お話しした内容はこの後21時にオフィシャルサイトで公開されますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。またこれからもどんどん新しい情報が公開されていくと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみに待っててください。バイバーイ。待っててください。待っててください。待ってて。それでは以上 NGT48 でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました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 。